森岡二郎の肖像写真。森岡二郎は、日本の内務、警察官僚。感染県知事、台湾総督府総務長官。森岡万平の次男として、奈良県山部郡丹波で生まれる。郡山中学、四校を経て、1911年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年11月、 文官高等試験に合格し内務省に入省。兵庫県警部に任官し警察部保安課に配属された。1912年10月、兵庫県伊豆市郡庁に就任。以後、兵庫県理事官、同県警視、青森県警察部長、神奈川県警察部長、警視庁刑事部長、警視庁官房主事、京都府諸機関、内務部長などを歴任。 1926年9月、島根県知事に就任し、さらに、青森県、茨城県、栃木県の各知事を歴任。1929年11月、朝鮮総督府に転じ、刑務局長となる。1931年6月に退任し、同年12月、内務省刑報局長に就任。1932年1月、 桜田門事件により文官懲戒令の懲戒処分を受け、同年5月に退任した。1936年、職業野球旗上げに際して、応答協軍取締役社長に就任した。1936年9月、小林製造予備海軍大将の台湾総督、就任に伴い総務長官に登用された。1940年5月、 小林総督の退任と共に辞任。1941年3月、日本野球連盟会長に就任し、戦時下におけるプロ野球存続に尽力。1947年10月に公職追放となった。1950年12月20日死去。64歳坊九1969年に野球殿堂入りした。ありがとうございます。